乃木坂46の公式ツイッターが2日に更新、文春オンラインが掲載した記事に関してコメントした、文春オンラインは1日、早川に関する記事を公開。これを受け、乃木坂46の公式ツイッターでは2日に、皆様へのお願い、そして、1分の7に文春オンラインで公開された早川聖羅に関する記事ですが、 憶測や伝聞をもとに構成された虚偽の内容を多く含むメンバーへの誹謗中傷を助長する記事です。ファンの皆様におかれましては、くれぐれも冷静な対応をお願い申し上げます、と呼びかけた。早川は先月16日にブログでグループを卒業し、芸能界を引退することを発表。23歳の誕生日を迎える8月24日に卒業する。